富士市に信用ブレイクが帰ってきたぜ。すごい大応援ありがとうございました。よーし、新日本プロレスこれからも盛り上げていきますんで応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。とりあえずの3節目ですね。3節目ですね。それはミラノさん、これはまだカモフラージュですか。はい、3節目です。ここからはですか、降りる気のない、降りる気ないですね、帰る気のない、始まるんですね。ご飯食べるときのね、腹八分っていう言葉がありますけど、これは3割締めですね。まだ3割ですか。はい。あ、そしてちょっと岡がミスりましたね、はい、投げるのは。あ、上にでもだいぶ上げてますね。かなり高いですよ。高く上がった。お、取るのか、取るのか。あ、天井に引っかかった状態から、あ、キャッチしました。おでこに当たるんじゃないかと思う。そしてストラップに、今ストラップを肩にかけましてチューニングを合わせました。棚橋が歓声を要求して、さあ始まります。お客さんが全然帰らない。まあ静岡のお客さんもド S ですね。試合後の膝を痛めた選手に、まあ棚橋も膝を痛めてるはずなんですけど、あのジャンプですからね。そうですね、膝のダメージが自分で与えてますよね。ちょっと合ってないですよ。大丈夫ですか。ちょっとね、ずれが生じてますね。ちょっと疲れてる。疲れてますね。疲れが見えます。疲れですか、やっぱり。はい、疲れてないっていう一言、疲れてる傾向がありますからね。今、一つ破壊しましたよ。そうですね、もうちょっと膝への負担も多いですから、もう静岡ド S だな。そして、もう帰りたいんでしょう。棚橋自身ももうないよ。もうないもんね。もうないから、はい、さあ帰ろうか。はい、で誰かがギターを投げる、ね、持ってる人いるのか、はい、静岡にあるんですか、ギター。静岡はやっぱりあの、なんといってもお茶しかないんじゃないですか。いや、ヤマハの街ですね。あ、そうですね、ヤマハの街ですから楽器はたくさんあります。結構お客さんの中で持ってる人いっぱいいましたね。ピアノとか、ね、そして2本目入りました。はい、お、いいよ。お、あ、寝ながら弾いてます。だから素晴らしい、いい音だ。さすがにこれでもういっぱいいっぱいじゃないですか。もう慣れたからね。いやもうね、膝へのダメージがね、結構来てますからね。ちょっと足引きずってるようにも見えますよね。これ皆さん疲れですか、やっぱり。これ疲れと膝へのダメージです。棚橋最高か、こうエースか、好きにしていいよ。改めてありがとうございました。必ず、いや、ちょっくらニュージャパンカップ優勝してきます。じゃあ最後に、富士市の皆さん、